徴兵制とは何か、か、に対する読者の反応集。一言で言えば国が国民に兵役の義務を一定期間課すことだ。これは、義務、なので基本自由意志での拒否は犯罪になると思っていい。この物語における、世界徴兵、とは世界政府が世界中から戦力をかき集めたというダブルミーニングにもなっているだろう。つまりはあの頂上戦争で失ったものとそれに波及した混乱がとてつもなく大きかったことを意味しているだろうな。もちろんクザンが抜けたのも大きな痛手だ。久しぶりの学ぶスレか。タイトルと画像見て思ったけど戦国のモデルって東条英機？それは前から思ってた。そして徴兵した兵士たちはほとんどが一般兵に回される。士官とは基本的に高度な教育を施されるものだからな。時間もコストも大量に消費する。士官が骨格ならば兵士は筋肉だ。骨格さえ残っていれば筋肉は比較的回復しやすい。だからこそ戦記ものの物語でも士官の消耗に頭を悩ませる描写が多いのだ。逆に言えば一兵卒の価値は現代にまでは非常に低かったとも言える。イギリス海軍は酒場で酔いつぶした若者を拉致したり、その辺の若者を殴り倒して拉致して船に乗せたのは有名な話だな。そのおかげで海軍なのに兵士に水泳の訓練を施さなかったこともあるくらいだ。拉致は笑う、そうなのか。だがこの世界では事情がかなり異なる。一般人にマスケットを持たせれば最低限の戦力になり、強さに決定的な差が生じにくい現実と違い、この力が隔絶している。そして暴力組織である海軍は基本的に強い者が出世しやすい傾向にあるからな。だからこそ大将級の実力を持つ藤虎や翼竜は偉くせざるを得なかったのだろう。下手に階級を下の方にすればよからぬ上司が悪用する危険もあるからな。何せ軍とは上の命令は基本的に絶対なのだ。とまあ、そんな事情で悪ではないしむしろ正義感は強いが秩序のための暗黙の犠牲に納得できない者が大将に就任してしまったというわけだな。そしておそらく藤虎と翼竜の大将就任は天竜人護衛のためだろう。杯は元帥に、九山は出奔し残った大将はボルサリーの一人になったからな。早急な穴埋めが必要だったはずだ。その意味ではむしろこの二人の大将就任は、貴重な現場に回せる中将を天竜人の護衛に貼り付けなくて済んだということでもあるだろう。はい、確かに。国民開兵で有名なのはスイスだが、実はそれのせいで国防費が高くなっていて軍や政府は何度も徴兵制廃止して軍のスリム化を進めようとしてるけど、国の伝統と化しているので毎回国民投票で否決されてる。徴兵したら当然給金を払わねばならぬし、生産人口から外れてただ消費するだけの存在になってしまうからな。為政者からしたら頭の痛い問題だろう。ちなみにこの問題があるので日本での徴兵制復活などはよほどのことでもない限りありえないだろう。そもそも現代では使用する兵器が高度になりすぎてただの歩兵すら高度な教育を受ける必要が出てきてしまったので、銃を持たせて少し訓練しただけの歩兵を送っても弾よけにすらならん場合がある。現在行われている炉の一般兵の現状など本当にひどいものだ。世界徴兵のせいで天井金支払えなくなって非加盟国落ちしたり、民が困窮にあえぐ国が出てる可能性もあるんだな。そういえば白色スレだ、過去目。この戦力が技術を追い越して手番人以上を覇気でこが倒せるワンピースだからこそなんだよな、今の現状は。しかしまあ、杯も頭が痛かろう。何せ奴隷解放は間違いなく、正義、の行いだ。もちろん一兵卒から将校に至るまで、食料安定所、に不満を持つ海兵はいくらでもいるので内心喝采を上げてる人間も多いだろうからな。下手に厳罰も下しにくいし処置を間違えれば海軍に亀裂が走りかねん。首にしようにもそうしたら今度は革命軍に流れていきかねんからな。まあ藤虎は凶暴な海賊にだけぶつけておくのが間違いないんじゃないか。だが、世界政府や海軍の藤虎に対する行いは、我々のために命がけで戦え。拒否をすることは許さん。そして正義を名乗っている組織でありながら、七部会や天竜人に虐げられていた人々を見て見ぬふりをしろということだからな。まっとうに正義感や倫理感のある人間にとっては拒絶反応が出てしまってもおかしくないものではあるだろう。な。現役時代だと政府に忠実だったけど、私的な立場なら藤虎相手でも笑ってられる戦国さんが言うと深みが違いますね。元帥辞めてなかったらこんなことも言えんかったんだろうな。世界徴兵で戦力補給できても四皇が入れ替わったり黒すぎる度ができたりして現状が変わってきてるよね。大将の一人はフリーダムだし、新兵器があるとはいえ海軍はどうなっちゃうんだろう。
そもそも徴兵制というのは戦時における予備兵力を確保することが目的だ。本来なら海軍の主力は志願兵なんだが有事が起こると兵力が足りなくなる。そのため数合わせの兵力をかき集めるのが徴兵になるんだ。本来は最低限の訓練を受けた予備役を招集するんだが、それじゃ足りなくなったから俺たちのような強さだけはある連中も動員してるんだ。しかし徴兵は続ければ続けるほど兵の質が下がっていくので、あまり多用すべきじゃねえぞ。昔はバカは米軍に入れって言われてたみたいだけど、海軍と空軍はもちろん今は陸軍もハイテク化が進んでとてもバカには務まらない。なるほどと思った。確かに上の階級ほど強い海軍だと、あそこまで強い連中は対象にせざるを得ないよな。ちなみに現代戦における歩兵は育成だけで一人当たり平均2億円もかかるそうです。ワンピース世界ではもう少し安いでしょうけど、士官クラスの育成費が高いことは間違いないでしょう。クロスギルドは海兵に懸賞金をかけてますが、優秀な士官は懸賞金をはるかに超える価値があるんですよ。兵士と士官の違いは派遣と正社員みたいなもの。兵士は前線で戦う役で、士官はどのように戦わせるかを考える役って感じじゃないかな。それは違う系。リアル現代なら士官、少尉以上は正社員の係長以上の幹部級。兵士はアルバイトやパートから平社員くらいだと思っておくのがいいの。医官でも数十人、左官なら100人から1000人は指揮することになる重要なもんじゃ系の。つまり士官学校を卒業して少尉からスタートするっちゅうのは、初めから係長職になるような話になるんじゃ。海兵は基本的に志願制なのが基本じゃけん。なんでかというと、そもそも航海技術っちゅうのが高度なスキルだから、高度な教育を施せたり意識の高い人間が集まる志願制の方が都合がいいんじゃ。そもそも船っていうのはある程度の生活基盤があって、さらには行動範囲がとてつもなく広いものだからね。それに狭い空間だから仲間意識もできやすくて、さらには何をやるかは外部にはなかなか漏れにくい。だから下手に質の悪い人間を入れてそいつが強いからって出世されると船一隻、あるいは艦隊一つ、甚だしい場合には基地が丸ごと汚職に濡れるなんてこともあるから、なおのこと採用する人材の質には気をつけなければいけないよ。戦前では海軍のイメージは爽やかで貧困法制、陸軍のイメージは泥臭い乱暴者だったらしいけど、実態は海軍の方がヤバかったらしいね。大きい船だと船舶内上層部の目が届きにくいからなおさら、駆逐船はかなりマシな方で、仲の悪さでの連携ミスが死に直結しやすい潜水艦はかなり良かったと。だからいじめで話題になると機械時の方が内容ひどいのか。納得。閉鎖的な環境や状況だと止める人間がいなくてエスカレートしていくから、どこでもそうなる。学生のクラスやグループ内のいじめでもエスカレートして最終的に全国ニュースになったりな。ここら辺は心理学とかそこら辺の分野で説明できるだろうけど、すれ違いになるからこれ以上はやめとく。加賀の船内風紀めちゃくちゃだったって話は聞いたことあるな。あれは煙突問題で換気が悪く、焼き鳥製造機と言われるくらい艦内が熱気で包まれてて、乗務員がイライラしてたのとか環境問題もある。そう考えるとフルボディの階級 U ターンっぷりも納得だな。頂上戦争後の状況では海賊をかばった前科より士官教育が済んでるという利点が輝く。同じ階級でも海事と陸事じゃ給料にゴリッと差が出るもんな。戦場の生活ってのは陸の上の暮らしと比べて相当に負荷がでかいからな。娯楽は限定されるわ、毎日単調な生活だわ、もし冬に海に落ちたら凍死する確率が高いわ、とろくなもんじゃねえ。この世界は物語だから自由に日もシャワーも使えて水も手軽に真水にできるが、昔の船旅なんぞそやもう地獄のありさまだったぞ。そして現代でも艦上勤務を希望する兵は減っていっている。何せネットの使用すら制限されるんだから、そやなりたい奴は少ないだろうぜ。まあ、反戦時代でも軍艦はたくさん人が乗るからな。ネルソン提督が乗っていたビクトリー号、1778年収益は乗員850名だ。現代の大型艦だともっと増えとるのう。弩級戦艦ならば2000人以上、そして原子力空母はなんと5000人以上が常に船に乗っとるわい。もはや一つの町ってもんだ。だからこそ艦長は大佐以上の偉いやつしかなれねえのさ。まあ徴兵しすぎて社会のインフラ基盤になってる人まで持っていくようになったらその国はおしまいだな。戦中の日本は軍の士官学校の教員まで動員されて士官学校が閉校になるまでに至ったらしい。
逆に政治に人員が制限されると、士官比率をわざと高めることもある。これは戦時に人員制限がなくなった際に、徴兵や歩兵などで兵を急拡大させるためのものだ。兵士の育成に時間はかかるが、それを指揮する士官の育成にはさらに時間がかかるからな。これを行ったのがワイマール憲法時代、イコール第一次世界大戦敗北後のドイツだ。一説では自衛隊もそうだという意見もある。自衛隊の運用って割と徴兵ありきではあるんよな。幹部ばっかり余らせてる。まあその幹部も足らんなってるんやけども。徴兵って国民国家かそれ以外かで質が全然変わってくるからな。ぶっちゃけワンピース世界で国民国家と言えるのはアラバスタや桜王国くらいじゃないか。戦争は兵をかき集める軍事動員だけではダメだ。軍に編成して戦力にするには産業動員も欠かせねえぞ。兵だけいても十分な軍需物資がないとまともに戦えないからな。そのため戦争をするには軍事動員産業動員を実行することが大前提になる。しかもこれだけではあくまで戦えるってだけで強いとは言い難い。これらを支援する体制も形成する必要もあるんだ。産業動員と軍事動員をスムーズに進めるためには国民動員が必要になるし、物資や人員を円滑に輸送するには交通動員が必要になるし、動員を支えられるだけの財政金融動員も必要だし、軍事研究を進める科学動員も必要だし、国民をまとめる精神動員も必要だ。これらの動員をひっくるめた体制が国家総力戦体制と呼ばれるものになる。まったく戦争は金ばかりかかって虚しいものだな。士官は警察のキャリア組みたいなもんかな。確かに徴兵された先で非道な行為を見たとして、それが組織の意向なんだから黙って従えっていうのは酷よな。そう、まさにキャリア組、最初から幹部になるための人材。じゃあ士官は戦争が終わったとしても軍隊というお仕事の中で働ける人材って感じなのか。召喚士官か、士官は正社員、兵は契約社員と考えたらいい。戦争が終わっても終わらなくても、なんなら始まらなくても中核となる人材だから、辞めたりやらかしたりしない限りずっとやる。マスケット兵等が使うことでおなじみの陣形戦術である戦列歩兵ですが、これは徴兵された兵隊の連動と通信能力が低いから使われる陣形です。徴兵された兵隊は連動も士気も低く、すぐに逃げ出す複雑な作戦は理解できない。通信能力も低いのでバラバラに動かせない。というわけで指揮官の下で密集体系を取るのです。なお戦法は簡単に言えば、撃つ撃つ撃つ、ひたすら撃つ、隣の仲間が倒れても撃つ、敵の陣形が崩れたら銃剣構えて突撃です。徴兵逃れでわざと病気偽ったり脱走もあったと聞くけど、そういうのってバレたらペナルティやるの？もちろん、日本なら兵役法違反で罰則を受ける。兵役を免れるために逃亡し、または体を偽証し、作業、その他偽りの行為をなす者は3年以下の懲役、現役兵として入営すべき者が正当の自由なく入営の期日から10日を過ぎた場合は6ヶ月以下の禁錮、戦時は5日を過ぎた場合に1年以下の禁錮、正当の自由なく徴兵検査を受けない者は100円以下の罰金、74条以下。こんな補足必要ないとは思うが、もちろん昔の日本の話な。徴兵制なんてもう古い。時代はドローン兵器さ。徴兵した兵がドローン使うだけだ。偵察目的ならともかく、火薬積むにしろ重火器積むにしろ人間の方が多く持てるからな。プロペラ方式は基本空中の機動性のために積載量などを犠牲にせざるを得ないから決して万能じゃないんじゃ。戦争はあくまでメタゲームだからな。戦車不要論をこねると最終的に戦車ができるという笑い話があるように、万能兵器は存在せず、メタられにくい兵器がパイを占めるが、それ以外も大事というバランスよく摂取しようみたいな話になる。そしてここで言う一番メタられにくい兵器が人間の兵士なんだよな。何せ設計段階からある種の機能に特化してる機械兵器と違って、学ぶことで全く別の機能を発揮できる存在なので。そもそも軍ってのはとんでもなくバカでかい官僚組織でもあるからな。書類仕事が絶えることはねえ。ちょっと訓練するだけでも訓練場の申請、使う物資の申請、エトセトラと出すべき書類はいくらでもあるんだぜ。だからこそ俺みたいな仕事ができるやつもそれなりに偉い地位にいなきゃならねえんだ。でもお前敵の内通者じゃん。逆に仕事ができなきゃあんな小遣い稼ぎができるわけないだろ。情報操作に裏工作に部下がチクらないように飴を与えたり、海軍が海賊と裏取引して生き残り続けてるなんて、それ相応の能力がなけりゃ不可能だ。だからこそ普段の仕事もちゃんとやるんだよ。
浮気できる奴はタイムマネジメントが上手くて仕事上手。ってやつで悪いこと隠れてやれるのは能力あるってことでもあるんだよね。こういうスレ見てると、マジで悪魔の宮覇気遣いって危険だよなって思う。少年漫画だから、って言ったらそれまでだけど、せっかく育てた兵士たちがたった一人に全滅とかザラだし、俺が指導役なら発狂するわ。リンリンレベルとまではいかなくても、野生の5歳族が無作為にポップしてくる世界とか地獄すぎるんよ。軍隊レベルの運用考えたらやっぱスモーカーはイーストブルーの門番やってた方が良かったよね。ガープが定期的に刈り取ってるからか覇気遣いがまずいないっぽい環境だからまず死なない。それでいて捕獲能力高いと最高の配置だと思う。めちゃくちゃ強い奴を倒さなきゃ勝利にならないが、めちゃくちゃ強い奴にたどり着くまでにはかなり強い配下を抜けなきゃいけないので、結局質量求められるのが。だからこそ鍛えられた士官を襲う、海兵狩りのミホークのヤバさが際立つ。ちなみに、士官学校を出ていなくても優秀な奴は現場を離れて士官学校で士官教育を受けることで士官へと出世できる。だが俺がそれをやったら支部での横暴がバレちまう。上官で亡くなった奴の理不尽な命令なんぞ守り続ける義務はないからな。自分の像なんか作らせて何やってるんだと思う奴もいるだろうがそいつは逆だ。これ以上の昇進ができず、外への影響力もない俺には、あの支部での支配を強固にする以上に優先することはないのさ。どんぶり勘定で書類を作ってどっかで帳尻を合わせればいいから独立独裁も便利だったんだがな。なるほど、自分が本部で出世できるような人材じゃない、イコールイーストブルーの支部で頭打ちと、どこかの時点で理解したからこそジャンゴの催眠で功績を誤認して出世した後に、支部基地内で独裁者化して急激に人格がおかしくなったように見えたのか。ちなみに兵上がりで士官学校行くような奴はほぼいない。アメリカ軍だと現役の兵卒が士官学校に入って教育を受けて士官として現場に戻る例はある。というか高校大学卒業して士官学校に入る若手と一緒に入学式にいたりする。なおモーガンみたいに出世が頭打ちであとは年取るばかりの士官を、中堅層に長く居座らせてもあまりいいことはないので、階級ごとに低減年齢といって、その年までその階級の者は予備役に回るか。退役する規則で若手に席を譲ったり、または一定期間内に次のステップや階級に進めないとその時点で現役脱落する仕組みがある。例えば旧日本海軍だと少尉、中尉は38歳までに隊員に進めないとそこでアウト。以下隊43、少佐45、中佐48、大佐52、少将56、中将60、大将65となってる。アメリカ軍は階級というか給与ランクごとに勤続可能年数が決まってるので、それまでに次の給与ランクに上がれないと脱落。なおどちらも階級が上がるごとに定年に融通が効いたり勤続可能年数が伸びるので、軍隊に現役でいるジジイとババアは大体上位層で、これらの古いをくぐり抜けてきた歴戦の強者だ。モーガン調べたら5年前の39歳の時に軍装で、その時点で海軍将校ですらないんだな。コビー、ヘルメット、ジャンゴ、フルボディとかの例を出すまでもなく、現在の海軍で破産など兵以下の雑用から能力や功績次第で1年経たずに遺憾2年で左官まで上がれること考えると、大海賊時代に39歳で軍装止まりというのは確かにちょっと出世するだけの資質に欠けてる感じはするな。どっかで藤虎は54歳だと見た記憶あるから、中将でも6年で辞めさせることになるから対象にしたのかと思った。ガープとおつるさんいるし、ワンピ世界はもう少し定年の規定緩いのかもしれんが。ワンピ世界は巨人族の海兵もいるからそこら辺もひとまとめに年齢で区切ると支障が出そう。巨人族の年齢で50、60代は一般人類換算で10代後半から20代という、フィジカル的には伸び盛りの時期だから。そうすると寿命の違う巨人族とかだけ判定基準を変えるか、今の階級になってからの在任期間で足切りされそう。あとこれは個人的な見解だが、ガープ、戦国、おつるという強くて元気な老人が中将以上に留まってるのを見るに、中将まで階級が上がりきるか功績を立てたりすることで定年や勤続年数の融通が効いてると考えられる。さりとて徴兵制の話題に立ち返れば、将兵は予備役から先になされるのが普通。海軍外から徴兵している状態であれば、年齢がどうとか資質がどうとか言わずに、そのあたりで脱落した連中も可能な限り復帰させていると考えるべきだろう。海軍離れて年取ってる分、現役よりも質は落ちるだろうから、4つの海やグランドライン前半に回されるとは思うけどね。さて徴兵制に絡んでここで少し将校について改めて触れておく。すでに説明されている内容と重複になるが、
将校は兵の指揮を取る軍人のことだ。一般組織で言えば管理職にあたる。私は一頭の羊に率いられた獅子の群れを恐れない。しかし一頭の獅子に率いられた羊の群れを恐れる。この言葉が海軍将校と呼ばれる海兵の存在意義を過不足なく説明している。一人で戦を倒す勇猛な戦士ではなく、部下を率い味方の犠牲を出さずに戦を倒す作戦を考え実行する。この指揮行動のために軍には階級があり、上の命令には従うべしと定まっている。戦いとは数だ。そして部下の力を結集して戦い勝利を得るのが我々将校の務めだ。この海には悪魔の宮覇気、それに巨人族のような強い種族の存在もあり、しばしば突出した力を持つ個人が存在し、また強さと実績で雑用係から将校まで昇進することが可能なこの海軍で、兵法や軍略など無意味に思えるかもしれない。しかし近年では海軍に新型兵器が次々導入されてその力の差がある意味では埋まりつつあること。巨人族は海軍と友好関係にあり、現在あまたの巨人族出身の海兵に加わっていること、何より悪魔の実の能力者も海にひしめく人々の中のほんの一握りに過ぎず、その条件は実のところ我々海軍も海賊も大して変わらないのだということを、この授業では皆に覚えて帰ってもらいたいと思う。これは余談ですが、近年イーストブルーで起こった事件の当事者である元支部大佐が、何年か前に手柄を立てるまで長らく軍曹の地位に甘んじていたことはご存知でしょうか。これは将校として部下をまとめ上げたり、部隊や基地を運用する能力に欠ける人物と判断されたためです。結局その元支部大佐が栄達するきっかけになった事件は海賊が事前に自らの身代わりを立てており、県の人物はそれに騙されたとのことですが、一方で昇進以降に振る舞いが大きく変わったと聞きます。おそらく彼には支部大佐の地位も支部基地を真っ当に運営することも荷が重すぎたのでしょう。結果的にかつて彼を査定し、軍曹に留め置いた人間の目に狂いはなかったということではありますが、上がった地位に後から中身が追いつく例もあるので、そうならなかったことが残念でなりません。モーガンが催眠術で変わったわけじゃなくて、そもそも身の丈に合ってない階級だったから神経すり減らしてああなったという解釈もありだな。催眠術かけられる前のモーガンはまともな海兵だけど、指揮官や管理職として、部隊、船、基地を一つ任せられるかというとまともなあの時点でも微妙そう。妨害の幸運、罠、で大出世した後に管理職としての能力がないから、とにかく力で部下や基地周辺の住民を押さえつけて、崇拝を強要して独裁を敷き、部下の進言や報告などの際にやたら地位を持ち出すおじさんになった、と想定すると筋が通る。そういうのって職場とかでもたまに見るよね。管理職としての能力や経験が少ないのに、年齢や勤続年数とかの理由で身の丈に合わない管理職とかになって、次第に暴走していく人。人の本質を見るには小さな権力を少しずつ与えるとわかるっていうけど、モーガンの場合は軍曹から遺憾をすっ飛ばして少佐になったのも良くなかったんだろうな。ピーターの法則というやつだな。組織の中で、人は自身の能力の限界まで昇進する。昇進した人材は高いレベルの仕事に従事することで、能力を無能化していく。最終的には、組織全体が無能な人材集団と化してしまう。ここで徴兵制に話を戻そう。そもそもなぜ海軍は世界から徴兵を行えるのか？それは800年前、20人の王が世界政府を樹立した時まで話を遡らなければならない。20人の王は、その際に世界政府の旗の下に集う国は全て平等で、独裁の欲は持たないと誓った。そこに誰も座らない玉座を中心に据え、天竜人の最高位たる五老星を複数人体制とし、この世界にたった一人の王はいないとした。それが平和を生むのだと。世界政府の加盟国は天上金を納め、4年に一度集まり世界政府の決め事や加盟国のいさかいを話し合う。だから加盟国単位で見れば、未だ国は王や王家のものであり、その軍もまた王のものだが、こういった仕組みの中で世界政府は加盟国全体のものであり、世界政府の戦力である海軍は加盟国全体の武力とみなされるようになった。だからこそ海軍が2年前の頂上戦争で数を減らし、その補充が必要となった時に世界から広く人材を募れるようになったというわけだな。自分たちを守る武力に問題が発生したのだから、それを補うのもまた自分たちということだ。これはためになる様子で。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価お願いします。